天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことは何でしょうか。まずは先に点が欲しいですよね。そして優位に試合を運びたい、そういうところですよね。さあ、先制点はどちらのチームに入るんでしょうか。まずはカープの先発黒田がマツダスタジアムのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。さあ、今プレーボールがかかりました。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている亀澤。黒田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは黒田、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは3番ルナ。ツーアウトランナーありません。初球ボール。改めてお聞きします、バッターボックスのルナ、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが新庄の強打のバッターですね。そうですか。インハイ決まります。ツーボールツーストライクです。ファウルになります。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。いい球ですね。守ります。1回の裏カープの丸が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球空振りです。2球目打ちました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウト。バッターは2番に入っている菊池。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。カープチャンスになります。ノーアウトランナー2塁1塁。さあ、カープ一打先制のチャンスです。まずは先制して主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。大きな打球になった。これはどうか、フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。カープ1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット。1対0、カープ試合の主導権を握ります。さあ、先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。ピッチャーに対してもいいプレゼントになりましたね。思い通りの展開となったゲーム、初回から動いていきます。ここで畳みかけたいですね。次は勝負強いバッターですから面白いと思いますね。このチャンスに高めのボール、打球はレフトへ。さあ、サードランナーはどうする。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。カープ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。2対0になりました。カープ2点リードとなりました。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を入れ、変化球振っていきます。高めのボール打ちました。ライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。セカンドランナースタートを切る。ツーアウトランナー三塁と変わっています。さあ、そしてバッターボックスには強木が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかり引っ張った。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。届いた、ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。低めでしたが、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。カープ
ホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。初回から打線絶好調、しっかりとつながっています。バッターは7番に入っている田中。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、ほんといいバッティングしました。インサイド落ちました。さあどうだ、センターライナー掴んで3アウトチェンジです。2回表に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターボックスは4番平田。カープリードで迎える2回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、ここまでいかがでしょうか。打線がいいスタートを切りましたから、こっちもいいピッチングしたいですよね。そうですね。さあ、ここからの投球に期待したい。打ちました、菊池。アウト、ワンアウト。バッターは5番森野。まずはワンアウトを取っています。空振りです。得意のボールでストライクを取りました。落ちるボールは、これは外れています。いいまっすぐですね。はい、ワンボールツーストライクです。引っ張った、取りました。ツーアウトになりました。6番バッターヘルナンデス。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。さて、このエルナンデス、どういうバッターなんでしょうか。逆方向、ポール際のライナーが切れずに2球目打ちました。そよぎ、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0カープがリード。2回裏に入ります。カープの攻撃、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている相澤。カープリードで迎える2回の攻撃です。西さん、三遊間抜ける、先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー一塁です。バッターは黒田。ヒットでランナーを一塁に、あっと取れない、バッテリーエラー。ボールを拾って、西さん、今二塁に行けたようにも見えたんですが、まあ無理する、送ります。大野セカンド送球、二塁アウト、送りバント失敗。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター丸、先ほどの打席は初球打ち、これはどう、セカンドの右抜ける、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、カープ追加点のチャンスを迎えています。早いうちから差をつけておきたいですね。そうですよね。2球目打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁へ送球する、セカンドランナーホームイン、カープ1点追加します。見事なタイムリーヒット、5対0カープリードを5点に広げています。バッターボックス新井、さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。引っ張った、これはどうか、レフト線を深々と破るヒットになりました。三塁へ送球、サードランナーホームイン、カープ1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、6対0に。4番バッターエルドレッド、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。まずは見送ります。ワンボール、2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、カープ1点追加します。7対0カープ。バッターボックス松山、カープこの回7人目のバッターになります。初球ボール球に手が出ました。改めてお聞きします、バッターボックスの松山、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうか。なるほど、そうですか。外2球続きました。2ボール2ストライクとなっています。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだ、どうだ、センターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。カープセンターオーバーのタイムリーヒット、9対0カープ。初球ボール、
まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。うん、なるほど、そうですか。引っ張った、取った、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。小宮山さん、序盤にこれだけのリードをもらえるとピッチャーとしては非常に楽に伸び伸び投げられるんじゃないでしょうか。そうですね、もうおっしゃる通りで、もう本当に気持ちよく投げる感じですよね。そうですよね、この後のピッチングに期待しましょう。さあ外してくるのか。これはファースト、あっと取れない、内野を抜けていきます。これはファーストのエラーです。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。8番バッターはキャッチャー杉山、エラーでランナーが出ています。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。3球目は何で来るか。打ちました、菊池、2塁アウト、1塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックスには代打の荒木。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね、さあ注目しましょう。低めのボール入りました、ノーボールツーストライク。見逃して三振です。スリーアウト、チェンジ。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや本当ですね、今日は面白いように打ててるんじゃないですか。そうですね、この後もどんどんとヒットが出る、そんな予感です。これはこれはスタンドへ入りそうです。これは一塁側のスタンドに入ります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番相澤、先ほどの打席でヒットを放っています。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、どうか、フェンスダイレクト、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは黒田、ヒットでランナーを一塁に置いています。バントしました、取りました、一塁送球します、アウト、ツーアウト、送ってきました。際どいコース見送っています。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。打ちました、弾き返した打球はライトへ。ここは外野へのフライ、平田。回は4回の表、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは大島、カープ大きく点差をつけて中盤4回を迎えています。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを変化球空振り、まず一つアウトを取りました。素晴らしい投球を続けています。打席には2番バッター亀澤、黒田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、ストレートに詰まってショートライナーに倒れています。これで2アウト、バッターは3番ルナ、2アウトになっています。三遊間、田中抑えて3アウト、チェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退。